こんにちは。ストーンイリス虹チャンネルへようこそ。パワーストーンセラピストの夏希です。本日は10月2日に行われた並木義和さんの癒しフェアでの内容をシェアしたいと思います。今回は愛と自己実現がテーマでした。私たちは本質的には愛が欠乏している人は基本的にはいないそうです。本質は誰もが愛の存在そのものなんですが、私たちはただそれを忘れてしまっているだけ、思い出せないだけなんです。私たちは本質につながっていたら、欠乏ではなく心が満たされて幸せ、満ちてると感じるはずなんですね。この感覚、最近よくあります。早朝コスモと散歩している時、意味もなく、ああなんか幸せと感じたり、特に何にもないのに夜寝る時、ああ今日も一日いい日だった、ああ幸せだと込み上げてくるものがあるんですね。皆さんもきっとあると思いますが、そういう感覚だと思います。逆に幸せじゃないと感じている時は、まさに本当の自分と分離している時なんです。でもこの幸せじゃないという感覚は実は勘違い、錯覚、つまり幻想というトリックなんです。ここに私たちはどっぷりハマっているから、いつも欠乏感がいっぱいで幸せを感じられないんです。どうせ自分なんか愛されない、どうせ自分なんて幸せになれない、などというネガティブな信念、思い込みですね。これが分離の感覚、そしてイリュージョンなんです。自分の中に幸せじゃないという感覚や満たされない思いが出てくると、誰かを否定したり非難したりジャッジしたり意地悪をしたり、ああだこうだ文句を言ったりするそうです。で、単純に幸せで満ちている人というのは、今言ったような意地悪なことはしません。不幸せだなぁと感じている人が意地悪をすると言っていました。でもこれは意地悪をしている人が悪いということではなく、エネルギーの法則として言っています。愛につながっている人というのは心が満ちているので、当然意地悪なことを考えもしないし思いつきもしないという単純な話です。本質からずれてしまうと気持ちが荒れてしまったり心がすさんだりします。そしてその気持ちを誰かにぶつけたくなる時もやはりあります。なぜなら今の私たちは肉体を持った人間なので、これは仕方がないことなんです。だから意地悪や批判や非難をしている人も、実は心の底では愛を求めているということです。まあ嫌なことをされたり言われたりしたら、感じ悪い人、嫌なやつと思うかもしれないけど、逆にこの人は辛くて寂しくて愛を求めてるんだなという解釈もできます。そういう時はその人に自分なりの愛を送ってあげるというのも、とてもパワフルな働きかけになるそうです。例えばマゼンダピンクの光を送るとかですね。で、あなたの愛を相手に送ることによって、相手の心の奥底にある本質の愛に共鳴します。するとだんだんと相手の心も柔らかくなり満たされていくので、意地悪な行為をやめていったりするそうです。結局その人の心が傷ついて癒されていないんです。その傷ついた、傷つけられたという思いを自分で見たくないので、その思いを相手に投影して相手をああだこうだ言ったりしているだけなんです。確かに人間誰しも生まれた時は愛そのものです。生まれた瞬間から性格の悪い赤ん坊とか意地悪な赤ちゃんっていませんからね。成長過程で親や友達、社会からの様々なネガティブな観念、概念を刷り込まれ、いろんなことを経験してその人が形成されていきます。こうやって3次元にまみれていくと愛を忘れていってしまうんですね。でも傷つけられた、傷ついたというのも実は錯覚で、これもイリュージョンです。あいつにこんなことを言われた、あの人にこんな嫌なことをされたと傷ついたと錯覚して、その感覚のまま時が止まってしまうんです。そしてその傷だらけの歪んだ色眼鏡で世の中を見るから、
周りの人間や世の中が歪んで見えるんですね。今あちこちでバッシングやいじめ、誹謗中傷が絶えないということは、多くの人の心が何かしらの理由で傷ついていて癒されていないということだと思います。だから今一人一人が自分の心としっかりと向き合って、自分の心を癒していくことが大切なんだそうです。あと、批判や非難が人としていい悪いということだけではなく、例えばネットの書き込みなどで多くの人がそのコメントを目にしたとき、その人たちがどう思うかなんです。批判コメントを見て心地いいとか温かい気持ちになる人はまずいないですよね。大体の人が嫌な気持ちになると思うんです。その感じた思いやネガティブなエネルギーが全てその書き込んだ人の元に行ってしまうんですね。多くの人がそのコメントを見れば見るほど、そのネガティブな思いが全部その人のところに届きます。もちろん匿名だろうと、どこに住んでいようと、エネルギー的につながっているので、思いが全部その人に流れていってしまいます。すると、そのネガティブなエネルギーを書き込んだ人は全部被ることになるんです。並木さんは、今は簡単にネットで批判や非難ができる時代ですが、実はこれはとても怖いことなんですよと言っていました。自分が出したものがきっちり自分に返ってくるというシンプルなエネルギーの法則ですね。まあ、どうせなら自分も相手も気持ちよくなるような愛のあるコメントを残したいですよね。で、どんどん愛で満ちてくると、人と争ったりジャッジしたり批判や非難、人と比較することもなくなります。誰かは多くて自分は少ない、そういう感覚もなくなり、どんどん癒されていくそうです。だから、自分という本質の愛に目を向ければ向けるほど、自分は満たされた存在なんだ、豊かな存在なんだということが体感として理解できるようになります。すると、その豊かさの意識がそのまま現実に反映され、外側に映し出されます。そこであなたは初めて、自分はこんなに豊かになれるんだということを現実を通して体験することになるんです。これがいわゆる自分の周波数が先で現実が後という原理ですね。逆に、自分の本質と分離しているときは、いつも欠けている意識、不足の意識があるそうです。何かが足りないような、なんだか満たされていないような不足の感覚です。そして、誰かと自分を比べてみたり、相手はいい思いをしているのに自分は損してるみたいな、そんなイリュージョンに取り巻かれていってしまいます。実は私たちは本当の自分とつながると豊かにならざるを得なくなります。本当の自分とつながることができれば絶対に豊かになるということですが、やはり私たちは豊かさそのものということです。一人一人がこういう生き方ができるようになれば、みんなが自分で豊かさを生み出すことができるようになります。すると、争うことも奪い合うこともなくなり、当然批判や非難もなくなり、本当の意味での平和な社会、調和の社会が訪れるわけです。だから、まずは人を非難したりジャッジしたりするのではなく、自分の中を変えていくことが大事なんですね。そうやって自分の心が変わっていくと、今までのようにいちいち小さなことでカチンと来なくなって、なんで私あんなにイライラしてたんだろう、なんで今まであんなにトゲトゲしてたんだろうと、自分の心が穏やかになったことに気づくと思います。すると、映し出す現実も変化していくんですね。これがさっき言った自分の周波数が先で現実が後ということです。はい、話は変わりますが、ナンバー126でお話しした辰木亮さんの漫画、私が見た未来の完全版、もうご覧になりましたでしょうか。これまであちこちで聞いた話をいろいろ掛け合わせて考えると、ひょっとしてこういうことかなと、なんとなく少し辻褄が合ってきたような気がします。まず、辰木亮さんは2025年の7月、大災難が起こり、日本の太平洋側が
大津波に襲われ壊滅的な打撃を受けるという予知夢を見ましたよね。でもその後の未来はとても明るく輝いていると。それはまるでこれまで高次元の存在が伝えてきた地球天国のような輝かしい未来でした。で、並木さんがよく地球はアセンションして5次元に移行することは決まっている。ただ人類はソフトランディングで地球天国へ向かうのか、それとも辛く険しい道をたどって地球天国へ向かうのかは私たちの集合意識次第と言っていましたよね。最近のセミナーで並木さんはこんな気になることを言っていました。もうそれほど時間がありませんと。あるスピリチュアルリーダーの方が並木さんに、時間がないという本当の意味を理解している人は少ないよね、もう間に合わないかなと言ったそうです。でもとにかく自分が今できることをやっていこうと気を取り直したそうなんですが、しかし本当にそれくらいに時は迫っているんですと並木さんは言ってたんですね。並木さんはあまり私たちを焦らせるようなことは言わない方なのに、ここまで言うということはどういう意味だろうってずっと考えてたんです。で、先日辰木亮さんの大災難の予知夢の話を聞いて、もしかしてこのことを言ってるのかなと思ったんです。つまりこのまま進んでいくとソフトランディングで地球天国へ向かうというタイムラインは難しくなる。このまま行くと人類は大災難を経験して地球天国へ向かうという険しい道を選ぶことになってしまう。だから人類の集合意識を変える時間がないということなのかなと思ったんです。つまり私たちはソフトランディングで向かうタイムラインもあったのに、このまま行くと大災難のタイムラインに乗ってしまうということです。それでも諦めずに一人一人が意識を変えていけば大難が小難になるかもしれません。とにかく並木さんが言っていた私たちには時間がないという意味が本当にただごとではないように聞こえました。現実を見渡すと相変わらず世界では国同士の争いや領土やお金の奪い合い、騙し合いが過熱しています。こんな調子で果たしてどうやって地球天国に行くのか、この私利私欲にまみれたピラミッド社会がどうやって丸の社会に変化するのか、どうしても想像できませんでした。それこそ今の人類を一掃して新たな新人類が文明を築くとかしないと、この腐敗した世界が終わるなんてどうしても私には想像できなかったんです。だからこのまま人類の集合意識が変わらなければ大災難が起こって地の時代にはびこっていた今だけ金だけ自分だけという意識の人たちや企業は一掃されていく。そして風の時代にふさわしい意識の人たちだけが残り、みんなで力を合わせて地球を再生していく。それが辰木亮さんが見た5次元の輝かしい地球天国なのかなと勝手に想像していました。正直本当に大災難が起こるかどうかは分かりません。でも目を覚ましていくことは諦めずに続けてほしいと思います。並木さんは目を覚ます意識がある人は真剣にやってほしい。現実に巻き込まれず自分の中に意識を向けて現実というイリュージョンから抜けていってほしいと言っていました。そのためにも使う言葉も行動も自分の在り方も変えていかなければいけません。つまりは新しい地球バージョンに波動や周波数を合わせていく、軽くなっていくということですね。はい、ということで今回は以上となります。何はともあれ今後世界がどうなっていくのか考えるとやっぱりワクワクしか私はありません。なぜか不安や恐怖は感じません。自分の周波数に目を向けていれば心配無用だと思います。私たちがやることは不要なものは手放して軽くなる、不要なものは手放して軽くなる、これだけですね。あとは好きなこと楽しいことを考えてワクワクで毎日過ごしましょう。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。